こんにちは、高松愛です。今日の動画はですね、リサイタルのお知らせです。今日お知らせするリサイタルは、なんと私の地元愛知県一宮市でのリサイタルです。イエーイ。いつか一宮でリサイタルをやりたいなって思ってたので、すごく楽しみだし嬉しいです。名古屋からも遠くないし、休日だし、お近くの方はもちろん東京や大阪や全国の方にもご都合が合えばお越しいただけたら嬉しいです。それではコンサートの概要に行ってみましょう。地元に帰ろう、高松愛バイオリンリサイタル。日時は2023年5月6日の土曜日、開演が13時半、会場が12時半になります。終演は15時半より前頃の予定です。会場は木曽川文化会館美祭親近ホールになります。この美祭親近ホールの会場アクセスは、電車だと名鉄名古屋本線で新木曽川駅から南へ徒歩12分になります。新木曽川駅は名鉄名古屋駅から急行で22分になります。でバスも会場の目の前に停まるので、名古屋駅から一宮駅、 JR だったらねもう 10分ちょっととかで着くんですけど、名古屋駅から一宮駅まで来ていただいて、バスで会場の目の前まで来ていただくっていう方法もあります。そしてお車でお越しいただく方は、東海北陸自動車道一宮木曽川インターチェンジから西へ5分になります。無料駐車場が245台あるので駐車場はバッチリです。はい、そして今回出演をするのは、私高松愛とピアニストの井川かなえさんと一緒に演奏をします。この井川かなえさんはかんちゃんって呼んでるんだけど、かんちゃんはまず高校の同級生で、大学で上京も同じ時にしてて、でなんと一宮出身なんですよ。同じ一宮市出身で、ちょっと前のリサイタルとかでも伴奏をしていただいてるんですけど、今回こうやって一宮のリサイタルで共演させていただくのが本当に嬉しいし楽しみです。そして今回演奏するプログラムの内容は、フランクのバイオリンソナタとか、パガニーニ作曲の24のカプリチオリ第24番とか、他にも何曲も演奏するんですけど、思い出の詰まった曲だったり、私が最初のリサイタルで演奏した曲だったりとか、そういう曲を演奏します。でもフランクのバイオリンソナタは実はリサイタルで演奏するのは初めてで、この曲はフランクってベルギー出身の作曲家が、同じベルギー出身の後輩のイザイっていう、無伴奏バイオリンソナタとかでも有名なイザイっていうバイオリニストに結婚のお祝いに作曲したっていう曲になります。とっても大作で、まあ、地元でのね思い出もこの曲実はあるんですけど、こうやって一宮でリサイタルをやるときに、今だ、フランクは今だと思って今回フランクを選曲しました。はい、そしてその他のお知らせです。今回はコンサートのグッズ販売があります。おー、12時半の会場時より CD やオリジナルグッズの物販がございます。グッズ制作もこだわってるのでお楽しみに。またグッズの内容は Twitter やインスタなどの SNS でお知らせします。そしてさらに今回は地元でのコンサートということもあって、特別に終演後に CD やグッズをご購入の方にサイン会を開催します。イエーイ。はい、そしてチケットのお話です。チケットは一般3000円、学生2000円となっております。失礼します、編集中の高松愛です。とっても大事なことを動画で話すのを忘れてました。明日3月5日日曜日午前10時よりチケット販売開始です。もう一度繰り返します。明日3月5日日曜日午前10時よりチケット販売開始です。ぜひゲットしてください。オンラインチケットになりますので、概要欄の URL よりご購入いただき、当日会場の受付にて受付画面表示をお願いいたします。あ、全席自由です。はい、というわけでバイオリニストとして活動をスタートして、初めての地元愛知県一宮市でのリサイタルになります。一宮市は山も海もなくて、私にとってはどこよりも空の大きな街です。大好きな地元でのリサイタル、
ぜひたくさんの方にお越しいただけたら嬉しいです。それでは会場でお待ちしてます。バイバイ。